顔してんだから。うるせえなお前ら、それよ。おい、志田健。おう。突然連絡して悪かったな。何なんだよ、これ。まあまあ、あんま気にすんな。とにかく中行こうぜ。おい。開けろ、お前。どうやろ。今まで散々でゲーすらして好き放題やってきた親子のアホどもを俺たちで潰そうって話だよ。ホウセンも親子と揉めてまだはっきりと蹴りついたわけじゃねえんだろ。でこの金やるから俺らホウセンにも連合に入れと。悪い話じゃねえだろ。わかった。この連合の頭ってのがお前か。セロモン工業の天貝だ。金が足りないなら言ってくれ。いいねでいい。お前らよ、あんまり方針なめんなよ。おいサボテン、しばらく会わねえうちに安い男になり下がったな。二度と俺の前に現れんじゃねえぞ。あ、せっかくだから忠告しといてやるよ。めんどくせえぞ親子は。じゃあな。さあ、素直に返していいのか。口塞がねえとどっから話漏れっか分かんねえぞ。自分でケツ拭け。はい。お車は上に。前から気になってたんだけどよ、波高で頭張ってたお前がなんでセノモンに行ったんだ。しかも天貝グループのボンボンなんかの下についてよ。お前の実際…お前らには関係ねえ。いちいち詮索するんじゃねえよ。